トンちゃんこんにちは。いつも楽しく配信を拝見しております。すでに桜が散り始めて、新緑の季節に移ろうかという折に、吉野家取締役なる人物が公の場で生娘をシャブ漬け戦略と衝撃の発言をされていたそうです。田舎から出てきた、右も左もわからない若い女の子を、牛丼中毒にするといった、なるほど、意味で生娘をシャブ漬け戦略っていう風に言ったらしい。巷ではふとんちゃんはデリカシーのない発言する人、ノンデリカシー、略してノンデリと不名誉なレッテル貼られているそうですが、同じような立場に置かれると見のして前室の発言をどのようにお考えか配信上でお聞かせ願えればと存じます。いやね、まあ良くないよね。そうだね。だからどういうとこで言っちゃったのこれって。酒の席とかでふざけて友達とかと話してるのがリークされちゃってんのか、またはさ本気でそのインタビューを受けて言ってんのかって、その、はい、その発言の背景をまず知りたいわ。抗議あ、抗議38万円の抗議、はあ。すごいね。これからもう牛丼吉野家で食べませんっていう人多分出てくると思うんでしょうけど、まあ確かにこういう発言すると食べたくない、見たくない、聞きたくないっていう人も出てくるよね、きっとね、おそらくね、はい。まあ、僕はこれを聞いて牛丼をじゃ あの食べたくないかっていうと、まああまりそこまではいかないんだけども、今こうやってコメント見るとまあ民主主義なんでね、はい、良くないなって思う人たちきっと多いと思いますんで、僕も気をつけていきたいなって思います。はい、普通に行くって普通に行くよって、関係ねえからっていう、人が割と多いです。はい。